2018年の中日打線強い。いけるやん。ビシエドすごい。こんな時代もあったんやな。大島の謎長打力はマジで何だったんだ。これビシエド首位打者の時？福田の三塁は大連、周平を三塁に固定すればもっとホームラン増えるとか言ってたやつおったよな。4、7番が完成されとるやん。MM さんですら OPS 0.62 にやるんか。今年ほとんどの野手それ以下やろ。名古屋でこれとか優勝やろな。松井正人さんがいるだけで打線の厚みが違うわ。そこから投手陣整備できたやんか。名古屋にテラスつけろや。神江戸やん。去年もアルモンテが試合出てた時は強かったんだよ。あいつが打線のキーマンだった。これでも得点リーグ5位とかやろ。ビシエドとアルモンテのチームだよな中日。いけるやん。強打の安定感すごいな。強打は昔から守備が上手くて打てないもんなんだ。この打線なら今の借金半分だろ。ロサリオをつかまされてアルモンテが羨ましかった。